とフィニッシュまでの形作られますからね。さあ途中交代の長島、うん、ダイレクトで難波が前に送りました。庄司、さあここはヘディング、難波のゴールで追いついた。79分、大分が今交代を用意してたところでね、完全にやはりこう、まあ、大本を右にね、はい、高い位置やってから後半ね、かなりこちらからピンポイントでいいクロスなんかも入ってますからね、はい、ここ対応がやはりこう遅れてますよね、すべて。この難波には鈴木義則がついていたんです。